これが美ボディの秘訣。女優吉岡里帆が6月20日、都内で行われた映画、アイスクリームフィーバーの完成披露舞台挨拶に登壇した際、ある願望を明かしていた。映画のキャッチコピーである、100万年くんを愛す、にちなみ、100万年でも愛せるもの、について聞かれると、悩みつつも以下のような珍回答が飛び出したのだ。できればご飯は咀嚼する世界でずっとあってほしいなって思います。SF 映画とかも好きで見るんですけど、天敵じゃないですけど、液体で食べる宇宙食みたいになっていて、できればしっかり噛めるご飯が長い時間生きて残っていたらいいなって。さらにみんなでゆっくり噛んで食べる時間が1日の中でも好きです。と力説していた吉岡。エンタメ誌ライターによれば、彼女が咀嚼好きなのはわかりますよ。というのも大のグミ好きで、これまでテレビ番組などでたびたびグミ愛を明かしていますからね。例えば6月3日放送の五分五分では、ユーハ味覚東本社をダウンタウンの浜田雅俊とロケで訪れ、人気商品のシゲキックスやプッチョが大好きだと熱弁しており、幼少の頃からほぼ毎日グミを食べていると言いますからね。噛むことは何かと体に良いらしいが、吉岡の健康的なボディにも効果をもたらしているのかも。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。